あなたにとって大事な人は誰ですか？と聞かれたら何と答えるでしょうか。多くの人が家族、恋人、友人などと答えるでしょう。しかし、神学研究家小林正観さんは言いました。目の前に現れた人が全て大事な人ですと。ではそのことがわかるお話をご紹介しましょう。人生に大事、大事じゃないという境界線はない。正観さんの知人に、精神世界の先生と呼ばれている人で、人生のシナリオは生まれる前から決まっているという考えを持った人が6名いたそうです。その6名が言うには、人生の大きなことの大筋は大体決まっているが、細かいことは自分の選択によって決められるとのことです。そこで正観さんはその6名に次の質問をしました。大きなことと小さなことの境界線はどこですか？その結果、誰からもその問いに関する答えは返ってこなかったようです。つまり、境界線の線引きは誰にもできないし、わからない。なので、人生の選択は大小関係なく、全てシナリオで決められており、またその結果も自分にとって悪いようにはなっていないというのが正観さんの考えです。では続けて、そのことがわかるエピソードをご紹介します。正観さんの同級生、正観さんの同級生に S さんという方がいました。 S さんは高校卒業後、大学にも行かず、就職もしないで1年くらいブラブラしていたそうです。ある時、 S さんがとある企業の展示会イベントにてジュースを売るアルバイトをしていた時のことです。アメリカから来ていた老夫婦の男性が目の前で転びました。 S さんはすぐに助け起こして、膝にハンカチを当てて手当てをしたそうです。すると男性は言いました。君のように親切で優しい若者に会ったのは日本に来て初めてだ。私たちには子供がいない。ぜひ我が家に来て養子にならないか。 S さんは、わかりました、いいですよと言ってアメリカに行き、一度しか会ったことのない老夫婦の養子になったのです。 S さんは大学に行かせてもらい、企業買収などの教育を受けました。やがてアメリカの大手企業に就職し、日本支社社長ということで帰国。日本では大手の外資系企業の社長として活躍されているそうです。大きい小さいはない。さて、 S さんのエピソードから考えても、人生に大きい小さいの区別はないようです。ジュース販売をしていた、その前で人が滑った、その人を助けてあげた、これらは全て小さいことのように見えますが、結果としては小さくはなく、そのうち一つでも欠けていれば今の S さんは存在していません。同様に、人生において大事な人、大事ではない人の区別もなく、目の前に現れた人が全て大事な人のようですと正観さんは言ったのでした。人生はドミノ倒し。正観さんは人生を分かりやすくドミノ倒しに例えました。人はドミノのように連続した瞬間を生きています。これらのドミノは全て同じ材質、同じ厚さ、同じ形状です。なので、どの瞬間が大事とか大事じゃないということはありません。ドミノが一つずつ淡々と倒れていくだけのようです。いかがでしょうか。目の前に現れた人すべてを大事にしたり、目の前の出来事を丁寧にやっていけば、周りのみんなや神様が味方になってくれて、人生がとても楽になるようです。ぜひ皆さんも目の前に現れるすべての人を大事にしてみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。この動画が気に入って、高評価、チャンネル登録してくれたら、嬉しい、楽しい、幸せ。愛してる、大好き、ありがとう。ついてる。